エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴19年延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組ですはい、やってまいりました稲川のおっさんさんでございますねもうお正月ムード大丈夫ですよねはい。まあ、僕は収録してる時まだお正月じゃないんで これからどんなお正月を迎えるのかちょっと分かんないですけど未来はどんなお正月を迎えているのか僕の中では未知数でございます <laughs> はいお便り読み上げていきたいと思いますお世話になります収録は2024年の何日になるか分かりませんが投稿する本日12月12日は27歳で結婚し25年目の結婚式朝の放送の内容で申し訳ないのですがこれなかなか稲川のおっさんさんの 暴露話ですね。朝の放送から申し訳ないんですが。行きましょう。行っちゃっていいんですか行っちゃった。稲川のおっさんさんのエピソードトークですね。独身の時に毎回コンドームをつけていたのですが、お酒で酔いつぶれていたわけではないのに、一回だけ つけなかったのが原因ででき,たできちゃった子に将来につ,ついて考えずフラフラしていた私が結婚を決意した奇跡の出来事となりました吉谷さんが生きてきた中で奇跡の出来事を教えてください <laughs> まさかの発言っすねへえ一級入婚じゃないですか <laughs> 朝から一級入婚すごいですねへえ できちゃったコンだったんですね。でもそこはできちゃったコンから25年目ってすごいですね。お疲れ様でした。はい、奇跡っすか奇跡はもうネットビジネスでこ,うこんなことやってることが奇跡じゃないですか。だってね、僕はあの、まあ、これもう毎回ネタにしますけども、まあ、僕はまあスポーツやってたので、まあ、勉強してこなかったんですよ。まあ、中学校の成績もほとんどオール一で。 で三者面談も不良が行くような一番頭が悪い高校にも「いやすいませんあの吉谷さん卓球やってるんで大丈夫だと思いますけどいやちょっとこの高校にも行けませんよ」みたいなね一番不良が行くバカな高校にも入れないって言われたぐらい勉強してなかったんですよねでまあでも高校大学高校はまあ普通にスポーツ推薦でみんな受験勉強してましたけど僕1ミリも勉強せず、まあ、面接でピピっていうスポーツ推薦で入って。 でまあ転校高校はね転校しましたけど別に転校先も別にねその普通になんか面接したかなそれで終わりですしで大学は本当はまあ自分の家が貧乏だったんで大学行ける金なかったんですけどもまあ,あのお誘い受けましてこれからちょっと強くしたいんだと。 ですよねでこれから強くしたいっていうことで今メンバー集めててでそれで特待でと取れそうだっていう話で特待だったらいけますみたいな感じでまあそれはもう面接のみですよね。が、うん、まあ,まあその大学はその特待で入ってまあね強くしてって、まあ、一応1部リーグまで上がって全国大会とかまで行ったんですけどもまあそんな困難でずっと卓球やってきてそのなんだろうな勉強を全くしてこなかったので。 うん、でもね大学の授業ね結構僕は楽でしたね。なんかあのみんな学校行かないから学校行ってあの前に座って先生と仲良くし,し,してなおかつ学校に行ってるとなんかまあ大学によって変わると思うんですけどなんか参考書持ち込みみたいなのは OK で「えめっちゃ書けるやん」みたいな。<laughs> だからもうなんかね なんか高校の時僕カンニングペーパーが作ったことがあるんですけど別にその大学は正々堂々とその参考書にめっちゃ書けるっていうね <laughs> でプラスまあ先生と仲良くなれば何度か単位くれるっていうまあ学校だったんでねまあ学校によって変わると思いますけどねただねもうほとんどみんな学校行かず遊んでるんで <laughs> 結構ねやっぱ授業中も先生からすると退屈というかねみんな勉強してねえからまあ,ねまあその大学によってもちろん変わると思いますけど。 だから、ね、大学結構楽でしたね。ちゃんと行けばっていう話で。だけどまあね、別にその勉強を真剣にやってるわけじゃなくて単位取るためにその先生と仲良くするために行ってるようなもんで、授業中勉強してたかっていうとそんな勉強してないので。うんまあ不利ですよね。勉強してる不利ですけど。で、そんなツケがまあ就職活動でですね、まあ回ってきて、もう10社以上打ちて、オートバックスなんかね、 君よくこれで就職活動してるねとか言われたりとかね。そう、バイトでも採用難しいよって言われましたからね <laughs>。も本当に社会不適合者ですよね。もう社会不適合者が今何やってんだって話で。まあ社会不適合者だからこそ、まあこういうことをやってるのかもわかんないですけど、ただとまあ当時のね、僕、まあニートも経験しましたし、ね、毎日パッチスロ三昧っていう人生もあったし、 うんだからまあ就職ほとんど、ね、うまくいかなくてまあ就職できたと思ったらその就職先がまあ半年後ぐらいに倒産になるとかねうんまあなんか振り返ると今こうやって自由な生活をしていてだから思いますもんね今そうあとなんか僕ねそのなんだ将来 GTR 乗りたいなと思ってたんですよ 34GGGTR マガジンっていうのがあって。 まあこれも今も発行されてると思うんですけど半年に1回ぐらい発行されて GTR 専門雑誌があってその GTR マガジンを大学生の時にあの読みながらね立ち読みしながら「34かっけえな」みたいな将来乗りてえなーと思っててで、まあ、その 34GTR のね巡り合いもすごく奇跡だなと思うんですよ。 で、まあ、その当時ね、そう思ってたわけなんですけども、まあまあ、いろんなことがありまして、まあ、東京で、まあ、ネットビジネスの会社に、まあ、こう入ってみたいな流れが、またあるんですけども。で、まあ、泊まり込みでずっとやってたんですよね。泊まり込みでずっとやってて、で、まあ、ある一時期ですよ。まあ、あのー、売上がすげえ上がって、まあ上、あげたんですよ。うん。しかも、ほとんど僕一人でやって。<laughs> もう分回し、いろんなプロモーション全部分回してあ、でもあの時超大変でしたね、12月。12月、あの、一人で分回して3000万ぐらい上げたんですけど、だからいろんなの全部やって、キャンペーンとか、いろんなことね、やって。<laughs> で、まあさすがにやっぱね、一人、一従業員一人がね、うん、3000万ぐらい上げるっていうのは、まあ会社にとってはまあいいですよね。 給料の何倍やねんっていうコスパですよね <laughs> でそれでまあ社長にさすがにまあ,まあよくやってくれたみたいな感じででなんか欲しいもんねえのかって言われて「いやナイスす今みたいな「車は?」とか言われて「いや車乗れないっすよ」っていうだってあの会社に泊まってるからっつってね「通えばいいじゃん」って「あ通うっていう方法をそもそも頭からねえな」みたいな。 そう通うっていう概念がもう消えてたんですよねでその社長から「通えばいいんじゃね?」みたいな「あ通っ通そっか」みたいな <laughs> もうなんかおかしいですよね頭がもう止まってる前,前提だったからねしかも東京なんていらないじゃないですか車本当にだから東京車あった方が邪魔だったりするんででまあそれでまああ、まあ通えば実家からこう通えば、まあ、使えるなみたいな乗れるなみたいな あ確かにみたいな <laughs> でそっからじゃあちょっと車ちょっと考えますっつってで考えで,、まあ、でその19歳ですか大学生の時18歳の時憧れてた34がねたまたま僕将来これ乗りたいなと思って、まあ、ホームページはちょいちょい見てたんですよ。 で黒の黒の真っ黒でホイールも黒でニスものフルエアロでってもう,もうこれが欲しいっていうう完全なイメージビジュアルライズされてたんですよでそれがその時期にたまたま出てたんですよでしかもたまたま出ててなおかつそのねあのその車を売ってるブログあの会社のホームページブログにはですねあの出てきましたとあのブラック 34GTRM スペエムスペ2 ブラックもうこれほとんど出てこないですみたいなしかも後期型みたいなねうんみたいな出てておおみたいなもうもうですかねこれ本当奇跡なんですけど自分がマジでイメージしてたものと全く一緒なのが出てきたんですよそのタイミングでねでしかもそれも奇跡なんですけどそのまあ会社さんっていうのは、まあ、大阪にあるんですよその売ってる会社はねでたまたまその時期に それ12月だったんですよで1月に大阪でセミナーやることになってたんですよプロモーションしててジョイントしてねまあ僕裏方でやってた時ですけどもであじゃあちょっと見に行こうと思ってねそのセミナー終わった後その大阪でセミナー終わってでその後ちょっと車見に行ったわけですよでまだ売れてなくてあってでその場で即断即決ですねいやねでびっくりしましたよね本当にあれはうんでもし まあね、その買ったところが大阪だったっていうのもあるんですけどそそのもしセミナーやってなかったら大阪行ってないんですよ忙しいしね仕事で忙しいし泊まり込みしてるようなもんだからそもそも大阪なんか行かないんですよ車買うためだけにねうんだからそれ本当にいろんな偶然が重なって重なってなんですよね で結果的にそのその当時ですよもう十何年前でも希少って言われてた車だったわけですよ M スペ2のまあ、車詳しくないとあれだと思うんですけど M スペ2の後期型で黒ブラックででその当時でもちょっと希少ですよって言われててでまあそれからねまあ十何年十年ぐらい経ってね 34GTR がね奇跡のごとく奇跡のごとく爆上がり。 だから今もね多分調べれば出てくると思うんですけどサイオン g t r カーセンサーとかで調べたら多分ね1000万切ってないですねほとんどが多分あの1000万2000万3000万だと思いますで僕の車に関してはもし状態が良ければもう3500万ぐらいの価値3000万以上は価値出てたと思いますまあそれでまあ,あの走行距離少なければね実際それで売ってるんでだからそ奇跡じゃないですか 当時 34GTR ってそこまでやっぱそんなにって話なんでこれこれ奇跡ですよね34に関しては34物語はマジ奇跡だと思いますだから結局買った僕24万キロぐらい乗ってるんですよ乗り,回した乗り回してどうですか大体いい中古の車って10万キロを超えるとめちゃめちゃもう下がるじゃないですかでそれは2ターンですから20万キロを超えてるわけですから <laughs> そんだけ分回して乗り回して乗り回して買った時よりあの買った時には2倍ぐらいで売れてるっていうのはよくわかんない奇跡ですよねいやこれ奇跡としか言いようがないですねこれ,これ奇跡だないや僕ね34がここまで値上がりするとは誰も思わなかったんじゃないですか本当にマジですごいですよ34これ本当奇跡うーん まあちょっとね、興味あればね、ちょっと調べてほしいんですけど、カーセンサーで。34GTR ですね。まあ日産で行って、カーセンサーで日産ですよね。日産行って、で、あの、スカイライン GTR っていうカテゴリーが12番か、はあるので、これで条件検索で、条件検索で、えー、なんだ、あ あの車種指定ですよね。車種指定するしてその三絞り込みか絞り込みか絞り込みでグレードモデルグレードをえ千九百九十二九年一月一番上の三四ですよね。まあ G T R って三二三三三四があるんですよ。でも当時はね三二が一番やっぱ人気だったんですけど。 今,ね、ちょっと今カーセンサーで見てるんですけど 34GTR どれぐらいの値段かっていうと2655万あとこれ ASK ですね2018万2000万1915万2600万1410万2019万2700万3700万1900万7490円 <laughs> VSPET2、ね、ニュルっていうのがやばいんですよ Vspace2 ニュルっていうのはう多分一番いいんですけど、これ7400万で今出てます。<laughs> バカですね。あとは ASK ですね、ほとんど。ASK、ASK。ASK。あー AS もう値段ついてないです、もう。ASK、ASK。ほとんど ASK。もう値段ついてないな。<laughs> 値段つけられないですあ、1800万。1800万、2600万、2300万。いや、もうだいぶ物なくなってきたな。そう。 すすごくないですかこれ奇跡ですこんな上がると34がねこんな上がるとはね誰も予測してなかったと思うんですけどうんだからまあもしですよ仮に新車で新車で買って新車価格多分400万ぐらいなんですよ400まあそのスペックにもよりますけどだからその400万で買って新車で本当に状態めちゃくちゃ乗ってなくてもう保管してね、まあ、投資物件として当時もし買った人がいてでそれを保管してて まあ20年後ぐらいですかあのだから5倍ぐらいですか六あ新車でもし保管してたらすげえね月からやばいですねやばいですねあの十10倍ぐらいになるかもしれないですね新車保管だったら400万で買って4000万売りとかいけるかもしれないですね新車保管もう、ね、あの走行距離10キロですとかね奇跡の車みたいな <laughs> まあそしたら4000万ぐらいで売れるかもしれないですね だからそれは、ね、僕はちょっとねこ、奇跡だなっていう、しかもね、あのあの僕はあの、車はまあずっと乗り潰す予定だったんで、しかも車高を下げてるんで、フロントバンパーとかも割れてて、でその割れてたところを、う新品に変えても、どうせまた割れる、どんどん走ってるから割れるだろうと思って、ちょっとガムテープで補強してたんですよ。で、そのガムテープで補強してるような車がね、に買った2倍で売れるってよくわかんないですよね。<laughs> <laughs> すごくないですかガムテープで補強してるんですよバンパーもう傷入ってるしねまあでも表面は綺麗で一応ねこコートみたいなあのなんかメンテナンスはしてましたけどその下のエアロのバンパーはねもうするんでもういいやっつってねまあそういう感じで補強してたんですけどいやまあ奇跡ですねこれはまあ間違いなくまああとは、ね、ネットビジネスやってるっていうのはももちろん奇跡なんですけどうん まあでも今話をこう振り返るとやっぱ車34に関しては奇跡ですね。そうそう。で何が言いたかったのかっていうと、まあその34がね、すげえ、ねえ、まあその価格で売れたっていうのもまあ奇跡なんだけど、その後、その僕がね、会社、今 BM 乗ってるんですけど、そのね、その BM 乗ってるわけですよ。でそのオープンカー、Z4 乗ってるんですけど、オープンカーで鹿児島をこう走ってると、何なんだろうな、みたいな。 こんなことあるんだなって未だに思いますからね、なんか不思議ですよ。だって貧乏な家庭で育ってね、僕の家なんかずっと軽自動車でしたから、ずっと軽自動車だったんで、でそんな僕がね、なんか会社でオープンカー乗ってるっていうね、な,な,ん,なんか何なんだみたいな。 で、まあ、そうそう、2年か3年前に、そう、親父、そう、親ずっと僕んち貧乏で、まあ、軽自動車だったんで、親父にね、BM 買ってプレゼントしましたけど、それもまあ、奇跡ですね。そ,う <laughs> それも奇跡じゃないですか。親孝行できたっていう。な親父でしかも、その、BM プレゼントして、まあ、ガソリン代とか高速代とか、まあ、か、クレジットカード渡して、これで、まあ、切ってっ、つって、高速代とかガソリン代とか、あと、保険。 車検車あのタイヤ代とかまあそういうの全部こっち僕は持ってるんですけどそれもできるのも奇跡ですよねそのその親孝行ができるのも奇跡だなって普通に生きてたら多分できないと思うしうんな親父にはね言われましたよねやっぱあの会社に乗れると思わなかった死ぬ前に会社に乗れると思わなかったよっつってねうんまあまあ家を買ってあげるぐらいの親孝行はできなかったけれども なんか、い一個でもね、まあ、できたなっていうのは、僕の中で、まあ、良かったなっていう、一個ぐらいですよ。まあ、でも、そうは言ってもね、やっぱ、人、子供一人育てるのに、やっぱ何千万ってかかってるわけじゃないですか。だから、車プレゼントするぐらいだったら、やっぱ、家、一億、一億円のお金、一億円の家とかプレゼントしたら、まあ、元以上、回収かもしれないですけどね。<laughs> すいません、家はプレゼントできてません。<laughs> <laughs> でもね車プレゼントしてよかったなと思うのはやっぱ母ちゃんともうあの、ね、息子からもらった車でいろんなとこ旅してるというかもう,もうめちゃめちゃなんか ETC とかの明細僕の方のアカウントで来るので見,てる見れるんですけどめちゃめちゃいろんなとこ行ってますからねでなんかこの前会った時にもうほとんど回ってしまったっつってましたねほとんどいろんなとこ行ったっていう。うん、だからまあ最後死ぬ前に まあ息子からもらった車でしかもまあ今までずっと軽自動車だった自分が息子からもらった BM でなんかいろんなとこ行って思い出作れるっていうそれを提供できたっていうのはまあこれ奇跡なんじゃないかなと思いますねうんないないいっていうでも前からねまあそのずっと前から僕の発信を見てくれてた人には言ってたんですよ やっぱ僕んち貧乏でね、ずっと軽自動車だったから、親に車プレゼントしたいです、これはちょっとしたいですって結構ずっと言ってたんですよね。だけどそれ、でも、まあ、企業当時なんかは、ね、借金も僕はありましたんで <laughs>、もう僕でいっぱいいっぱいでしたからね。なんかね、あと間に合ったっていうのも奇跡ですね。うん、だから、親父がもうね、 今69か70なんですけどもこれが745になってプレゼント車プレゼントしてはもう乗れないじゃないですか多分 <laughs> 75とか80になると運転免許今度返還しようぜみたいな流れになってますからね世の中の流れとしてはだからそれもタイミング的に、まあ、間に合ったなっていうところでねうんよかったですねうんいやでも人生いろいろありますよ本当にうんそうなんかね 何があるか分かんないですね。しかも今、一応社長ですからね。うん。まあ前もグループ会社のまあ社長までなった部分もありますけども、今も一人で一人社長ですけど、どうですか社長って人生の中であんま経験なくないですか <laughs> まあ誰でも社長になれるんですよ、起業すれば。ね。株式会社も1円で作れるし、僕の今の会社も1万円ですから、資本金。だから会社作るのはできるんだけど、でもそれを実行する人って少ないじゃないですか。うーん。 社長でですすからねね奇跡ですよ、ね、だって考えてほしいんですけどその面接の時も君をバイトでも採用難しいよっていうクソみたいな人間が今社長やってるわけじゃないですかこ奇跡ですよね, <laughs> ねバイトでもちょっと君採用難しいよとそんな世の中甘くねえよみたいなこと言われてそんな僕が社長やってるんで何なんだろうなみたいなね <laughs> いやあ、あれはね、ずっとまあね、今となってはネタでずっと使えますけどね、まあ一生忘れないですよ。本当に。うん。あと、日産のディーラーね。日産のディーラーもこれ一生忘れへんね。あの3、3対1の面接で、その若い人にね、ボロクソ結構言われて。で、その、二人はね、結構多分、あの、あれなんですよ。あの、結構上の人というか。で、人事担当の若い人が、まあ、そのあ、あの、なんか、司会進行で、ただその、 僕に関しては、時間の無駄だと。なんか、なんか上の人に申し訳ないです。こんなやつ面接して、みたいな感じの空気感で、なんかもうめちゃめちゃその、メガネかけてたんですけど、そのメガネの裏から、その、なんでお前こんなやつめ、お前来てんだよ、みたいな、もうめちゃめちゃその目で見られて、結構言われたんですよね。うん。君ちょっと、まあ、まあそれ、それはちょっと一語一個覚えてないんですけど、まあ、そういうなんかもう冷徹な目ですよね。 でもうなんかちょっと上からその見られる下に見られるみたいなそんな感じの面接ででその上の偉い人2人は何も喋んないんですよでそのねもうほんと時間の無駄だかみたいな空気感がすげえ流れてて絶対お前採用しないよみたいな空気感なんですよいやめっちゃせいみましたよね でそっから僕あのニートになるっていう時期があってで、まあ、まあまあスロットを通うスロットをまあバーってやってたりとかする時期もあったんですけどいやそん時ですよでその時に僕いろんなスロット屋行ってたんですけどたまたま通ったそのスロット屋入ろうかなと思ったらその面接官ね吉宗,打ってましたよ吉宗会社サボってふざけるなとタバコ吸いながら会社サボって吉宗売ってて まあ、ふざけんなと思いましたねまあよかったまあ逆にあの入らなくてよかったなっていうねだそれで大印象に思ってその日産の面接はそれですげえ印象に残ってますねなんかすげえそのなんかそのいいなんか冷徹にお上からマウンティングでこうやってきた面接官が「お前サボってるやんけ」みたいなねでその日産のディーラーからちょっと近いパチアがあるんですよあって。 うん、そこにいてそうまあ明らかに会社サボってやってんじゃんみたいなね <laughs> まあいろいろありますねうんはいまあということでまあ過去の振り返りですけどただまあ 34GTR はまあまあマジ奇跡だなと思いますねその出会いも含めて出会いから売りも含めてしかもその売ったのもすごいストーリーだと思うんですけど買ったところに僕売りましたからね なかなかすごくないですか買ったところにまた戻すみたいな <laughs>。だから、これもなんか僕結構あれだなと思って。結構ね、3、4GTR もいろんな業者、ってか、あの、まあ、売ってくれってすげえ来てたんですよ。だからインスタで一回ちょっと売りますみたいな、もうインスタの DM もすげえ来て買いあの、買わせてくれみたいな。うん。だけど、あの、まあ、正直買い手は本当にどこでもいる、いたんですよ。まあ、今もいると思うんですけど。 だけど、まあ、買ったところに戻すってなんか、かっこいいな、みたいな。<laughs> 買ったところに戻すってなんか物語いいんじゃねえからみたいな。もうレンタカーみたいなね。<laughs> 儲かるレンタカーみたいなね。そう。いや、でもね、まあ、維持費とかね、その、を考えると、まあ、全然プラスに、全然プラスにはなってないですけどね。維持費を入れると。めちゃめちゃ故障したし、めちゃめちゃ結構金かけたし。 改造もままたしましたから、ね、そうだからまあその10年ぐらい34乗った維持費を乗っけると全然プラスにはなってないんですけどね全然うんはいまあまあまあ生きてるだけで奇跡じゃないですか生きてるだけで <laughs> 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 うんまあでもなんかそのまあ考えられないような 当時の僕かららするるととと考えられななないようなここが起こってるなとは思いますねうん、はいまあ、これからもまた何かやっていけばいろんなこと起こると思うんですけどでもこれやってたからなんですよ単純にやってなかったら何も起こってないしうんだからそのうーんねその東京の会社の時もねたまに言うかなあの一時期ねもう社長に「辞めます」って言った時もありますからね。 辞めますって言いましたからね辛すぎて、うん、1回だけありますよ辞めますっつってちょっと話があるんですけどつってもう辞めますみたいなついていけませんみたいな <laughs> でもボロクソ切れられてで結果的にまあ僕1人だけ会社に残るっていうね、まあ、みんな辞めてってみんな辞めてって僕1人だけ会社に残るっていうねすごくないですか会社に出社したら僕1人しかいない会社ってなかなかファンキーですよね <laughs> でもそっからまたそこからねまた会社大きくなって従業員増えてみたいなそういうなんかストーリーもあったりとかなんかいい経験させてもらったなと思いますねなんかそういう状況からどんどん会社が大きくなってってねうんグループ会社も増えてみたいななんかなんかすげえ経験したなとは思いますねそうあとねとその与沢さんが出てきたことによってそう与沢さんが出てきたことによってまたなんかすごいことになったしね 会社にテレビ局来たりとかね当時ネオヒルズみたいな感じでねうちのその当時社長もテレビ何,何回も出てなんかすごいことになりましたね、まあ、あれも結構与沢さん出てこなかったらああまあならなかったと思いますね間,し間違いなくうんまああれも、ね、与沢さんもネット界の奇跡だと思いますけどねいや僕もずっと長年言いますけどあんなに派手にガン一気にぶち抜く人いなかったんで本当に うん、だって、いいともにも、与沢さん出,た出てましたからね、すごいっすよ、<laughs> 本当に。当時、もテレビにガンガン出てたんですからね、あんな情報、詳細や、いませんでしたよ。<laughs> まあして、まあ、そこに便乗できたっていうのも奇跡だと思うんですけどね、そこに便乗できたっていうね、うん。はい、まあ、いろいろ申し上げましたけど、まあ、いろんな奇跡はあるもんです。はい ね、稲川のおっさんさんもこれだいぶ奇跡だと思いますので。はいということでいただいた内容について回答させていただきました。ありがとうございます。